えいちゃんくん、おはよう。ぽんちゃん、おはよう。今日はなんか外がブンブン風がひどくて、すごいよ。なんかベランダの屋根めくれるかと思うぐらいすごいよ、うん、おかげでなんかちょっとケージの夢を見ました。お前はこんな人間じゃなくてこうじゃないのかっていうことをヤクザに言われました。ヤクザが出てきた。そうだなと思いました。なんかねバンドでデビューするとこなんだけど、俺なんだろう、歌なのかな。はい、すいません。はい、なんか結構すかしてる状態だったのが、お前そんなタイプじゃないだろうって言われて、そっかと言って、ね、気が楽になったのね。なんだ、ヤクザ偉いじゃん。そうだよ、ヤクザ5、6人がそのもう一個バンドがあって、その2個のバンドをね、あの演出していてね、ヤクザがバンド、ヤクザじゃないんだよな、メインブラックみたいなね、黒服に黒眼鏡のね5、6人がね仕切っていてね、で最後の最後ステージ出る直前にちょっとちょっとって呼ばれてね、でなんか、どっかよそのちょっとコミックバンドみたいな、人のビデオを見させられて、どうだこれ、ちょっと滑ってるかもしれないですねっていう感じで、お前は今こんな感じだと、逆にカッコつけすぎてね、よしじゃあ滑るのなんかこう恐れずに頑張ろうっていう感じでした。ジャン君のいびきを取ろうとしたら、いびきが終わりました。すやすやに変わります。ポンちゃんは？ここで、なんか書類の上で寝ようとしています。まあいいけど。